ますのでお気をつけください。では続いての団体の紹介をさせていただきます。西山清美バトンスクールスパークルの皆さんです。1992年に設立し、今年で25年目を迎えています。メンバーの年齢、生活は様々ですが、一本のバトンが縁で集まった仲間を大切に、仲良く楽しんでレッスンしています。個人、団体ともに全国大会出場を果たし、また海外での大会にも出場していますとのことです。あー、すごいな。中野先生、怒りたくなってますか？なんでやねん、俺あんたどうしやがら、あんた頭打ったらどうするんだろう、ポーンって言ってくれられないもんな。それはね、寸劇に使われてたんです。何でも寸劇に使われてたんです。番組の冒頭に何で冒頭使われたんですか？まだまだオープニング進化していくと思うので、これからですよね。進化したらいいっていうね。今日夜8時楽しみです。何でやねん、何でやねん、ちゃんとやってますよ、ちゃんとした番組やから。いや、もちろんそうですよ。すごいね、でもバトン上手やね。全く落とさないね、やっぱり。先生は確か毎年神戸祭りはテレビでは見てたっておっしゃってましたね。今日も奥までうろうろしてくる。長野でもうろうろして、はい、もうみんな飯ばかくってな。あの距離ね、並んでますから、美味しい食べ物いっぱいあるから。グルメもね、楽しみなのが神戸祭りですからね。でも実は私初めてなんですよ。神戸渡ちゃんは